象にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、おはようございます。関根弘之です。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて、今日は元プロサッカー選手の三山弘之さんをご紹介いたします。三山さんは東京都出身で、サッカー強豪校に進学、大学卒業後はブラジルやヨーロッパのチームでプレーをされました。現在は地域の子どもたちにサッカーを教えながら、神奈川県で牧師として働いています。そんな三山さんに、サッカー選手時代のお話や牧師になるまでの経緯を伺いました。それでは今日もライフライン、最後までお楽しみください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。元プロサッカー選手の三山弘之さん、日本では彼の名前を知る人は決して多くはありませんが、サッカー王国ブラジル、そしてヨーロッパリーグでもプロのサッカー選手として活躍していました。そんな彼が選手を引退した後に歩んだのは、それまでのキャリアとは全く違うキリスト教会の牧師としての道でした。現在は地域のサッカークラブのコーチとして子どもたちを指導し、教会でもキリストの教えを伝えている三山さんですが、これまでの人生を紹介するとともに、なぜ彼が牧師として歩むようになったのか、お話を伺いました。東京都町田市で生まれ育ちまして、サッカーがとても盛んな、町ですので、そこら辺の子どもたちがもう野球よりもサッカーをする子どもたちの方が多い、そういった町です。私が所属したクラブも数多くのプロ選手を輩出するような、そういったクラブです。世界でも活躍するようなプロのサッカー選手がたくさん誕生した町に生まれた三山さん、自然と彼もプロの道を夢見て、サッカーの練習に明け暮れる日々を送ります。私も町田の選抜、また東京の選抜と、小学校中学校とプレーができて、高校の進路を選ぶんですけど、その時に大体7チームぐらいから、誘いがありまして、その中でどれが私にとってベストなのかなって、一番良いのかなってことを考えた時に、一つのその高校の監督が元日本代表の方で、プレーをされた方が監督でしたので、最終的にはその監督の下で、プレーをしたいなということで、そこに決めました。元日本代表経験もある監督の下で指導を受け、さらにプロの道へ進みやすいサッカーの強豪大学に入りました。そこには全国からサッカー選手を目指す学生たちが集まります。200人ほどの部員の中で、三山さんはサブの B チームでプレーし、トップである A チームを目指して努力を積み上げます。B チームでずっと、公式戦だったり練習試合でしたり、そう結果を出していく中で、もうすぐでそのトップチームに、上がれるんじゃないかっていう周りのチームメイトもこう言っていた時に、ある公式戦で試合中に大怪我をしてしまったんですね。足首を骨折して、
靭帯も切れて、まあ、この先のサッカー人生がもうダメになっちゃうんじゃないかと、まあ、そう思うような、まあ、そういった怪我をしてしまって、もうその時はもう絶望のどん底に突き落とされたような、もう目の前が真っ暗になったような、そういった気持ちでいました。懸命なリハビリの結果、無事に復帰することができましたが、さらに厳しい現実が待っていました。もうその時は大学4年生で、まあ、進路を決めなきゃいけない時期ですので、だいたい大学サッカーというのは、まあ、当時はその大学のトップチームで試合に出てリーグ戦を出続けないと、そのプロのスカウトの目に留まらないというのが、一般的でしたので、まあ、日本ではちょっと厳しいのかなと考えた時に、まあ、日本を出て、まあ、海外で、プロを目指す、もうチャレンジをするということが、頭に浮かんで、もうそこからは、もう海外に向けて、特にそのブラジルというサッカー王国に向けて、準備を進めていきました。日本での J リーガーの道を諦め、海外でプロの道を歩むことを決めた三山さん、周りの勧めもあり、サッカーの本場であるブラジル・サンパウロへ単身渡ります。チームへ渡ったらすぐ契約っていうわけにもいかないので、まず練習生で入って、でどういったプレーをするのかとか、こいつ本当に、プロとしてやっていけるのかとか、まあ、実力は見られますけど、まあ、その中で、まあ、大体3チーム、渡ったんですけど、その全てのクラブで、契約はできたものの、なかなか労働ビザが下りずに、公式戦に出れなかったっていう、まあ、そういう歯がゆい、思いをしたのも、現実です。言語や文化の壁を越え実力を認められ、次々とクラブで契約を勝ち取りましたが、労働ビザの許可が下りずに公式戦でプレーできないという苦しい日々を過ごします。一人苦しみの中にあった三山さんを、ブラジル人のチームメイトが祈りで支えてくれました。ブラジル人のチームメイトがすごく優しく私に接してくれて、週1回試合の前の日とか夜寮の部屋でチームメイトが集まってたんですけど、それで何か読んで何かをお祈りしているなっていうことぐらいしか分からなくて、それがもう本当聖書だっていうことは分からなかったですね。こう人に祈ってもらうとか初めてのことでしたし、まあ、心の中ではすごく嬉しい気持ちでした。密っていう言葉とアーメンっていう言葉しか分からなかったですね。さらにホストファミリーも温かく迎え入れてくれます。言葉もわからない一人の日本人の私を、その家族の家庭に入れてくれて、もう心の底から助けたいんだなっていう、気持ちが伝わってくるような、そういった方々でした。三山さんはチームメイトやホストファミリーの優しさに衝撃を受けました。ビザが取れずにさまざまなブラジル国内のチームを渡り歩き1年が経った頃、ヨーロッパのエストニアという国でプレーをするチャンスがやってきました。まあ、エストニアという国は最初聞いたことがなくて、まあ、地球儀で確認したりとかそしたらずっと上の方なんですね。もう北海道よりもちょっと上ぐらいの感じでしたので、まあ、冬は本当にマイナス20度の世界が毎日続きますし、逆に夏は2週間ぐらいと短いんですけど、日が沈まなくて白夜って呼ばれますけど、ずっと明るい、そういった、国でした、ね、練習生として入って、まあ、その中で契約を勝ち取るわけですけど、その契約して
チームの一員となるときに、そのチームの、エースナンバーであるその10番を与えてくれて、もうチームの中心としてという、まあ、そういう期待が、チームからはありました。エストニアでも実力を認められ、エースとしてチームに迎え入れられます。ようやくプロとしてプレーできることを期待する三山さんでしたが、シーズンを目前にまたも試練が訪れます。シーズンの開幕に向けて、準備をしていたんですが、その開幕の1週間前にの練習試合で、そこでまた足首を怪我をしてしまって、結局そのシーズン、その1年の公式戦は試合に出ることはできなかったです。夢に見たそのプロの生活が、プロ選手として試合に出るっていうことをもう目前にした時だったので、まあ、そこもまたまたどん底に突き落とされたような、そういった思いでした。プロ選手としての公式戦デビューを目の前で逃してしまった三山さん。それでも幼少期からの夢を実現するために、復帰に向けて懸命にリハビリに励みました。それから、無事に復帰することができて、で、また別のシーズンになるんですけど、まあ、その時に、移籍をするわけですが、中心選手としてエースナンバーの10番をいただくことができて、シーズンを通して、プレーをしました。まあ、その中で、まあ、結果的に、まあ、チームの得点を落としてチームに貢献することはできたかなと思います。さまざまな試練に遭いながらも夢を追い続け、最終的には夢を実現した三山さん。しかしシーズン最後の試合での怪我をきっかけに、ついにプロとしての歩みを離れる決断をしたのです。それでシーズンの、まあ、残り3試合ぐらいですかね、まあ、その時に、まあ、相手のこうプレーが激しくて、また足を怪我するわけですけど、まあ、その中でも、もうテーピングぐるぐるに巻いて、もう強行的に、無理やり試合を続けたっていうこともあって、まあ、そのシーズンが終わった後、もうなかなかその怪我が治らなくて、でもこの先、まあ、ステップアップとしてもっと、メジャーなヨーロッパのリーグでやりたいという気持ちはあったんですが、私自身は28歳29歳ぐらいでしたので、まあ、サッカー選手としてはもうベテランのこう選手になってしまうので、まあ、ここからまあステップアップしていくにはちょっと厳しいかなという、思いも感じましたので、まあ、帰国をして、もうサッカー選手じゃなくて、別の道を進もうと、決めていました。まあ、プロ選手として、まあ、3、4年ではありますけど、まあ、プレーすることができて、で、まあ、今後この長い人生の中で、まあ、サッカー界に残ってサッカーだけをやるっていう選択肢もあったんですが、まあ、その他にももうさまざまな仕事があったり、さまざまな世界がありますので、まあ、そういったサッカー以外のこう、環境に行ってみたいという気持ちは強くありました。日本に帰国後、友人からの紹介で三山さんは介護士としての道を歩み始めます。まあ、私の、まあ、育った環境が、祖父母と一緒に生活していたということもあって、もうスムーズに、仕事に入ることができました。ここで人生が大きく変わる出来事が三山さんに起こります。ある日友人からキリスト教会へ誘われたのです。ブラジルでは周りのチームメイトたちが熱心なクリスチャンだったという経験もあり、キリスト教に関して理解のあった三山さんは次第に教会へ通うようになります。そして聖書に書かれている言葉を通して、自分自身が経験した
これまでの試練の意味を知ったのです。聖書の中の、ヤコブの手紙という一節なんですが、様々な試練がこう出会った時に、この上ない喜びと思いなさい、そうすることによって何一つ欠けたところのない人となりますという言葉なんですが、今まで苦しかった、骨折してダメになった、またブラジルで思うようにいかなくなった、エストニアでも、怪我との戦いがあった、そういった苦しい時、思うようにいかない時が、あったんですが、その一つ一つは本当に無駄ではなくて、そういったものを喜びとこう思わなきゃいけないんだなということに、心を動かされました。聖書の言葉を通して試練の意味を見出し、さらに喜びを見出すことができた三山さん。そう思うことができたのは、ブラジルで出会ったチームメイトの選手たちやホストファミリーの優しさに支えられた経験があったからでした。介護士は三山さんにとって天職のような仕事でしたが、あることに悩み始めました。仕事をしている中で利用者の心の部分にもっと深く関わりたいと思うようになっていったのです。介護の仕事をしていく中で、日々、高齢者との、接するわけですが、その中でこう身体的なもう体のこの、手助けサポートはできますが、そのもう一個踏み込んだところ、そういった領域まではこう手助けすることはできないなということを強く感じていました。で、そのためには、その答えが、聖書の中にあって、そのことをこう伝えていける、それ務めができるその牧師になりたいという思いが、強く与えられていきました。そして、進学校を卒業して、この藤沢ナザレン教会に、着任しまして、今3年目を迎えております。そして牧師として歩む三山さんに、サッカー選手としての経験を生かした新たな夢が与えられました。そうですね、やっぱり子どもたちとこうやってサッカーで触れ合いながら、そのキリストの愛がサッカーを通して伝えられたらいいなと思って、そういうチームが、スクールでもいいですけど、作っていけたらなと思っております。子どもたちにこのサッカーを通して、そのサッカーができるこのありがたさ、もう何事も、もう自分の一人の力じゃないんだよっていう、その家族の支えがあったり、応援してくれる仲間がいたりと、そういった、感謝の気持ちを忘れないっていうことを、このサッカーを通して子どもたちに伝えていきたいです。この成長段階の時に、何を教えるかによって、どういった人間にこう育っていくかっていうのが大きく変わってくると思うので、こうちっちゃい時に、そういった、感謝の気持ちを忘れないですとか、聖書のその教えを、一つ一つこう教えていけたらいいなと思っております。おはようございます。原田則夫です。今日の三山博之さんの話いかがでしたか。まず驚きました。元プロのサッカー選手だったんですね。そして今を感謝することを大事に、子どもたちと祈りを大切にしていくサッカースクールを開きたいとのことです。そういえば以前 J リーグ鹿島で活躍したブラジルの選手がよく祈っている場面を見ました。子どもたちと一緒にいる時の三山さんと重なりますね。ところで三山さんが引用された聖書ヤコブの手紙1章2節ですが、行き詰まっていた三山さんの心に一つの灯火が灯ったような印象を受けました。ただこの聖書箇所は不思議です。さまざまな試練に遭う時はいつでも
この上もない喜びと思いなさいとあり、私たちの誰もが避けたい試練をこの上もない喜びと思えというのですから。ではこのヤコブのメッセージを今日の私たちはどう受け取ったらよいんでしょう。信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。ヤコブは試練と忍耐を結びます。試練は忍耐を生むと語ります。その忍耐が喜びへ導くからです。しかしこの両方をつなぐ鍵が信仰です。三山さん村人渡った時、多くのクリスチャンたちに出会ったと話されていました。そして三山さんが怪我で苦しかった時、自分の思うようにならなかった時、これらの人たちに支えられイエス・キリストの愛を感じたと。ヤコブの手紙の言葉から三山さんの心に灯火が灯ったようだと私が感じたのは、つまり試練を受け入れることができたのはイエス・キリストの愛を受け入れたからではないでしょうか。イエス・キリストを心に迎えた人の心には喜びがもたらされるのです。なぜですか？それは私たちの悩み、悲しみ、過ち、罪を救い主イエス・キリストがすべて背負い、十字架の上で処理し、喜びに通じる道を開かれたからです。この道はキリストを受け入れた人をすべて永遠の神、永遠の救いへと導きます。ですからこの喜び、感謝は尽きることがないのです。三山さんに限らず私たちも、あなたもまた人生の旅路の中で試練を幾度も経験することでしょう。けれども知ってください、あなたは一人ではないこと、あなたの人生の傍らにはあなたを支え、あなたに力を与えてくれる救い主イエス・キリストがおられるのです。神は私たちに耐えられないような試練を与えてほくそ笑むような方では決してありません。むしろ試練とともに脱出の道を備えておられます。聞いてください、聖書の約束です。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。今日あなたの心にイエス・キリストの愛の灯火が灯りますように。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。またぜひ教会に行ってみたい、聖書を読んでみたいという方は番組までご連絡ください。係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はこちらの聖書通読手帳を抽選で25名の方にプレゼントいたします。この通読手帳は私が編集したもので、聖書の一章ずつ読み終わったらチェックを入れていくというものです。これを使ってぜひ聖書を読み進めていただけたらと思っています。聖書を持っていない方には新約聖書も一緒にプレゼントいたしますので、その旨お書きください。番組への感想を添えてお申し込みください。係への宛先は次のところです。さて来週はサックス奏者安武元明さんをご紹介いたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。